それはうまい読み出たんだ。こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はエギーパーティーやっていきたいと思います。で、今日はランクパーティーをねやっていきます。今がダイナソーエッグ2ですね。で、次がフェニックスエッグなので、そこに向けてねやっていきたいと思います。さあ、ということで1回戦毛糸玉競争曲っていうやつですね。まあ、これもとにかく転がっていけばいいっていうやつだと思うので、しっかりねやっていきたいと思います。これに当たらないように、この玉金にね当たらないように進んでいくっていう、そういった類のゲームだと思います。で、これに乗っかって乗っかって乗っかって、はいはいはい、で、これに乗っかって乗っかって、いや、いいっすよ、順調だと思います多分ね、非常に順調だと思います。で、これでガッシーンといって、早いね、キューピーさん、キューピーちゃんが速くて、で、これもガッツシガッツシで、ちょっと下から行っちゃったね、これね。下から行っちゃって、キューピーちゃんが速いか、キューピーちゃんが速い、キューピーちゃん、キューピーちゃん1位。はい、ということで2回戦、裏返る花びらだって、これが裏返るのか、うわー、なるほどね。赤いところにいたらダメなんだ。ただ、あれとかもあるからね、くるくるでアタックとかもあるんで、そういうとこもちょっと注意していかないといけないって感じですね、これね。くるくるでアタックとかあるんでね。お、よかったよかった。なんとか生き残りました。よくわからずにですけど、なんとか生き残ることができました。さあ、3回戦、モグラタッタキ。これはね、人が少ないところに行くのが、まあ、勝ち筋になるという、感じはしますよね。これ叩いて、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 これいただいて、あ、やべ、やべ、いただいて、いただいて、いただいて、いや、ダメか。やばいっすね、急がないと、急がないと。あと1ポイント間に合え、 OK、 なんとか3位か、ベリー OK。 キューピーちゃんが強いね、かなりね。あ、でさ、さっきの花びら大回転みたいなやつ、あれね、やったことないステージだったね。まだあるんだね。あれはどうなんだろう、クリエイティブというかね、プレイヤーさんが作ったやつなのかどうかわかんないけど。あ、で、分身人形来ました。これの勝率めちゃくちゃ高いんでね。ただもうね、予選とかでね、もうみんな早いんでね、やっぱりね、みんなもう強いというか、なので得意どうこうっていうところでは、あー、これ取られちゃうか、うまいな、その立ち回りはうまいっすね、めちゃくちゃ。まあ、とにかく探していくしかないよな。これチャージさせて、あれ欲しいね、 OK、 取れた。玉ぶつけて、で、これ使って、OK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 。で、爆弾でちょっと攻撃とかしてみるか。この辺り爆弾でドシーンと攻撃したりして、これ分身取って、ハンマー、ハンマー、ハンマーで、ガンガン、ヒットポイント減らしていく。OK、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 OK。やばい、逃げよう。逃げて、ボーリングの玉、ロック。ロックかかんないか。危ないね。ちょ、冷静に行こう、冷静に。電池で回復。危ない。爆弾。オッケー、これはうまいんじゃない?倒せないか。よいしょー、爆弾で、吹っ飛ばして。ここやりたいな。オッケー。これでやっちゃって。いやー、ダメか。危ない。危ないね。取られちゃうか。よいしょー。いや、これうまいんじゃない?で、これハッピーボールで固定して、ダメか。
電池欲しい。ダメか。でも倒したんじゃない？倒せてないかな。やばい、危ないね。これハッピーバブル。いや、みんなうまいわ、やっぱり。回復。いやー、それはうまい、読み出たんだ。くそあれをと分身を取りに行くのを読んでたんだね。でそこに氷をぶつけてきたんだ。いや、それはうますぎるわいや、やっぱレベル高いね、ガチでね。もう読んちゃってるんだもん、動きを、人の動きをね。心理戦になってるんだ。ちょっと確かに今のはそう考えるとあれだね、ちょっと安直すぎたね。お、やった、3人のメンバーに選ばれました。やりましたよ、このおじさんが。おじさんのおしゃれ度が高かった。これ、どれだけ服を持ってるかっていうところで、ナンバー3は選ばれるんで、おしゃれ度ポイントっていうのはね。なので、別に服を着てなくても、一応おしゃれさん扱いされると。どれだけ服をいっぱい持ってるかっていう感じね。さあ、で、ソニックスプリントね。オッケーオッケー。まあ、こういうレース系はね、僕結構やっぱ得意なんですよ、普通にね。だからレース系で落ちることはないかな。サバイバルで落ちることはマジでたまにあるね。サバイバルで落ちることはたまにある。まあでもそれもね、ちょっとついてないなみたいな時もあるんで。まあそういう時、いやー、それはやばいっすね。それはまずい？非常にまずい、ところに追い込まれてしまう。いやー、やばいっすね。人が多いからね、先頭抜けないとちょっとあれなんだよな。しんどいんですよねー。さあ、これ、ボコボコ入っていかないといけない。急げ急げ。まあでも28人にはさすがに入れると思うんで、そこはね、大丈夫だと思うんですけど、ここしっかりキャラコンでだけど、人が多いからね、人が多いんで、ちょっといろんな心配はありますが、まあいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。まあ全然悪くない。全然悪くないっすよ。はい、2回戦、ハイパースピード簡単ですね。やっていきたいと思います。速度が速くなるベルトコンベアみたいなのを、ガンガン乗っていこうよという、そういうゲームになりますね。で、これガッシャーンといって、当たらないようにしつつ、やばいね、これはちょっと やらかしたよな。これはちょっと遅れが出てしまっている。しっかりジャンプで避けて避けて、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、そしてこれガッシャーンと使って、急いでいくと。で、これはもうこっちっすよ、これ。いやー、うまいね。1位、1位、また1位だ。2連続1位だ、この人。ヤッピーさんが、まあ、あれだね。決勝戦の相手になるだろうね。さあ、モグラ叩き来ましたね。被るの結構珍しいかも、普通に。被り珍しいかも。よいしょ。やばい、ここちょっと人多いな、普通に。これ、こっち行った方がいいね。ここの方が多分人少ないと思うわ。意外とね。ここ初めてか、もしかして。なんか見たことないな。さあ、うん、ごめん、めっちゃ黙っちゃってたわ。めちゃくちゃ黙っちゃってた。ちょ、普通に危なかったね。危ない危ない。レベル高いよ、やっぱり。頭の上にちょ。さあ、決勝戦ね、ドキドキステージって、なんか爆弾が飛んでくるやつですね。なんか、タイムボムみたいなやつね。次元式爆弾みたいなのが飛んでくるやつなんだけど、これよくわかんないね、正直ね。立ち回りがね。そのルールはわかるんだけど、なんかどうやればうまく勝てるのかっていうのがあんまり正直ピンときてないっていう、そういうゲームになりますね。よいしょ。まあ、なんか投げてみたりするんだけど、いまいち、これでいいのかというところは、正直よくわかんない。ただまあ、こうやってやって、危ない、危なかったね、今ね。非常に危ないシーンでした。ああいう竜巻とか、そういうの気をつけてやっていくっていうことですよね。竜巻来る？あそこに来るのか？これでちょっと殴ってみたりして、これで回復して、ハッピーバブルで、ガシーンガシーンと。OK。
これに巻き込まれないようにして、やばい、逃げろ、一旦逃げて、切れちゃった。冷静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 、あと3人か。あ、でも竜巻に巻き込まれるんじゃない？間に合わない。どう？ハッピーバブル、オッケー。これで魚で殴る、オッケー。いや倒した、オッケー、オッケー。あとはちょっと待った方がいいな、これちょっと待って、バブルでフィニッシュだな。ちょい待ちバブル、オッケー。ここバブルでフィニッシュー、フィニッシュ。やばい、うまいか、危ねえ。いやー、そりゃうまい、この人うまい、くそー。あとさ、バカ、モグラの時1位だった人だね。いやー、ちょっと勝てそうではあったよな。最後、バブルで、ロックして、魚で殴ったののちょっと入りが甘かったんだね。もっと、奥で殴れてたりとか、当たりどころが良かったらもっと飛ぶはずなんだよ。だちょっと、スキルが足らなかったっていう感じはしたよな。お、やった、また選ばれた。おじさんが選ばれました、やったー。さあ、ヒヤヒヤ綱渡り簡単ということでやっていきたいと思います。あ、これね、これもやったことありますね。レースコースね、やっていきたいと思います。いやー、さっきの決勝マジでちょっと学ぶこと多かったな。学ぶこと多かった。特に結構シャボン玉でロックできてるのに当たりどころが悪いっていうのと、あと相手の HP があんま削れてなかったらそんな飛ばないんだよね、そもそもね。なのであの人が HP 管理をちゃんとできてた説も、結構存分にあるような気はするよな、正直ね。あの人上手かったもんな、やっぱり結局上手かったんで。これ加速で、ガッツシガッツシいって、これも加速取りたかったけどね、正直ね。適当にブロックで遊んで、ブロック遊び、いてえ、そんなダメージ食らうんだこれ、最悪。そんなにダメージ食らうんだねこれね。さあ急げ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 。さあボーリングの球で跳ねのけて、やばい、ボーリングの球が邪魔してきた。オッケーオッケー、3位かな、オッケー、ベリーオッケー。はい、2回戦キューブサバイバルですね。なんかキューブが回転していくっていうやつなのかなこれね。そう、回転するキューブに気をつけましょうみたいなやつですね。で、これはちょっとね、注意しないとね、全然負け筋ありますよ。負け筋あるんで、マジで注意しないといけないですね。普通に危ない。ああ、いや、よかったよかった。なんとなくで、なんとかなりました。さあ、3回戦、レーザー、なんとかなんとか。このレーザーにまあ当たらないように、なんか巻き戻されちゃうんだよね、レーザーに当たるとね。なので、レーザーに当たらないようにしてくださいねっていうゲームですね。ボヨーンと瞬間移動させてもろて、スーッと行って、ここでダッシュを取って、加速で前に出て、これジャンプで越えて、ジャンプで越えて、いや、うまいね。めちゃくちゃうまいっすよ。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。で、ここガッシャーンと行かせてもらって、ガッシャーンとね。ガッシャーンと行かしてもらって、で、これ、あ、やべ、フックループで、フックロープ、で行かしてもらって、いや、まずいね。ここね、外側から行った方が行きやすいんだよ、普通に、ね。外側から、あ、で、危なかったね、今、ブロックでなんとか防いで1位か、ベアリーナイスさあ、ということで、決勝戦、悪夢襲来やっていきたいと思います。これはなんかね、お化けが多分出てくるんで、それを、に当たったらなんか爆発して飛んでっちゃうよ、みたいな、そういうゲームですね。なので、まあ、お化けを気にしつつ、敵も気にしつつ、そんな感じのゲームです。ただ、ここ勝ちたいね。レース的に、そこまで、本当に、スキル違いみたいな、本当にやばいです、みたいな、感じじゃなかったからこそ、ちょっと勝ちたいな。全然可能性はあるなーっていう感じだったんで、すごい可能性を感じたので、あ、ボムもったいなかったな、今。しっかり冷静に避けて、タイムボム、
危ないね。間違えて使っちゃった。タイムボムがやけに出てくるな。タイムボムそんないらないけどな。タイムボムってこれ僕に当たらないのかな、もしかして。そういう強さ。これ危ないね。ちょ、気をつけないとな。ちょっと結構カオスになってるんで、場がね、場がカオスになってるんで、ちょっと気をつけないといけませんよ、これね。これボーリングの球、ああ、失敗。ボーリングの球失敗。これ端っこに行きすぎるとね、それはそれでリスキーなんで、しっかり気をつけつつという感じ。スプリングボード仕掛けて、爆弾取って、爆弾しっかり当てたいな。あー、チャラにやっちゃったか。よいしょ。危ないね。いや、あれ、まとめて行ってくれないか、行ってくれないか。なんかめっちゃついてくんな。あ、なんか倒せそうだけどな。これで閉じ込められないか。だから HP は完全にこっちの方が有利だから。ごめん、当たれ。OK! 行ったんじゃない、行かないか。なんかいいアイテム。タイムボムはちょっとむずいんで、普通に当てるのが。ただ、なんか当たって落ちたんじゃないか。やったちょっとなんか勝ち方は、僕が勝ったっていうのは粘り勝ちって感じだったけど、まあでもいいんじゃないかな。ここはね、勝たないといけないなっていう感じだったんで、勝利しました。GG! バリナイスー。しっかりと粘りましたね。さあ、これで2つと1つゲットして、来た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 、うわ、金玉になって、うわ、かっけ、金玉に入ってるんだ。フェニックスエッグだって。次のディビジョンまであと200活躍ポイント。うわ、こっからちょっと変わるんだ。1500、レート1500ってことなのかな？フェニックスエッグ、あ、でも5だから、で、そっから行こうと思ったら1700になったら次に行けるってことなのかな？ 4 になるっていう。フェニックス隊の、5、4、3、2、1みたいなことなのかもしれません。いやー、かっこいい。はい、ということで、フェニックスエッグっていう称号ですね。かっこいい。これ装着しよう。フェニックスエッグつけたいと思います。これは？トップフェニックスエッグ。あ、これはまだ持ってないんだね。あ、スーパー、フェニックスエッグの中にもいっぱいあるんだ。スーパーフェニックスとか。そして、うわ、これも突破したんだ。すごいわ。かっこいいわ。はい、こんな感じね。こんな感じになってる。ということで、まあ、どうなんだろう。どれぐらいでね、上がるかどうかわかんないけど、またちょっとフェニックスエッグのどこまでいけるかっていうのもね、ちょっと見ていけたらいいなと思っております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。